YouTube チャンネル、ザ・ファースト・テイクの第27回に、酸欠少女さゆりが再登場することが発表になった。ザ・ファースト・テイクは、アーティストの一発つまみりのパフォーマンスをよりリアルに、鮮明に届けることをコンセプトにした、YOTSUBEチャンネル。高画質で 4K にも対応した圧倒的なクオリティを楽しむことができ、2019年11月にローンチし、ローンチから3ヶ月弱でチャンネル登録者42万人、3、4時点を超え、公開する動画が SNS でも話題になっている。前回登場した第24回ではデビュー前の路上ライブを彷彿させる座布団にあぐら姿で弾き語る後悔の歌のパフマンスに注目が集まったが、今回も同様のスタイルで自身のデビューシングルでありノイタミナアニメランポキタンゲームオブラプルエースエンディングテーマの三日月を披露。誰かを励ますために作ったわけじゃないけど、この曲が、この動画が、誰かのお守りになったらいいなと思いますと、ギター一本でエモーショナルにパフォーマンスをしている。3月4日、水曜日22時より、YouTube 上にて、プレミア公開されるので、気になった人はぜひ視聴予約をしてみてほしい。ザ・ファースト・テイク第27回。